ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文孝です。高齢者から輝く高齢者になる情報を配信しております。高齢者起爆剤講演家の宮崎文孝です。今日は2023年10月の23日月曜日です。今日は〇〇は辛いよシリーズをお送りしてしたいと思います。その第1弾、書き取りは辛いよ金丸さんの中から言ってみたいと思います。これはね、長生きの秘訣を尋ねたらとね、この間老人ホームに行きましたら、おじいちゃんが部屋の中にぽつりと座っていらっしゃいます。おじいちゃん、また来るね、何か欲しいものあると尋ねましたところ、いや何もいらない、家族に来てほしいんじゃとおっしゃっていました。テーブルの上に入れ歯が置いてありましたので、おじいちゃん、この入れ歯はいつ入れるんですかと聞いたら、歯を磨くときに入れるんじゃ、返す言葉もありませんでした。長生きの秘訣は何ですかと聞きましたら、こう答えました。息をするのを忘れないことじゃ。君丸アドバイス。長生きとは厄介な拾い物をしたのと同じ。捨てるに捨てられられず、重荷を背負って歩くようなものでございます。長生きの秘訣を尋ねたらという。そして続いてまいりましょう。そこに残されているのは、中高年の皆様、体重が増えて体力が落ち、登りきってもいないのに下り坂、花も咲かない枯れすすき、更年期の兆しが見え隠れ、あっちがしびれ、こっちがしびれ、若い時のしびれとは種類が違います。そのしびれを取るために、油をつけてマッサージ、いくらやっても老けていく、これが本当のオイルマッサージでございます。なるほどね。よいしょと言っても立てない、よっこらしょと言わないと座れない、残高のない貯金通帳を握りしめ、私には何が残っているの。そこに残されているのは、一生懸命生きてこられた皆様です。二度と生まれてくることのない人生を生きています。今日まで一度も死なずに頑張ってきたのです。そう、生きているということだけは事実です。生きているということだけは事実です。皆様、頑張って生きてまいりましょう。君丸アドバイス。死ぬまで生きがいを見つけてまいりましょう。そうするうちにぽっくりと行くのが生きがいになります。じゃあ、そこに残されているのはという君丸さんのお言葉からお送りいたしました。じゃあ、ごきげんよう。